このの度は皆様の期待と信頼を裏切ってしししままいい大変申し訳ございませんでした先週日曜日の思わせぶりな告知そしてその後の水曜日のライブについて多くの視聴者様からお叱りの言葉をいただきました一連の動きにおいて不適切な言動をしてしまったこと改めてここに深くお詫び申し上げます頂い,いたコメントはすべて拝読しておりメンバー全員で日々話し合っておりますこれからの活動において 何が大切なのか、どのようにあるべきなのか、多くの気づきをいただきました。だからこそ今回の騒動について振り返ってみたとき、私たちがいかに未熟であったのかが浮き彫りになり、恥ずべき行為であったと反省しております。腕時計という素晴らしい文化、それを語る資格のある人間を目指し、改めて気を引き締めて望む所存です。この度は大変申し訳ございませんでした。 最後にこのような状況にもかかわらず温かい言葉をかけてくださった皆様にはこの場を借りてお礼申し上げますありがとうございましたウォッチ情熱応援団本日より再始動となりますこれまで以上に良い作品を作っていけるよう励んでまいりますこれからも何卒よろしくお願いいたします